あれ？この中におる山根ちゃんおらへんなってるで。テレ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 。わあ、食べられてる食べられてる食べられてる、返して。皆さんこんにちは、ニャトリチャンネルのレイサーとニャトリです。はい、ということでですね、はい、今回は小屋からお送りしておりますニャトリショートバージョンでございます。いいね、はい、ニワトリです。はい、どうもどうも。どうもどうも。はい、ということでですね、今回も対戦動画でございます。はい。はい、素晴らしい対戦動画撮ってきましたんで。はい。まだ撮ってませんね。どうせよ。はい、できないよ、こちらになります。ポンと。はい。はい、ロスト軸のアメージングデッキでございます。ほほほほ。これがね、ちょっとテストで回してみたんですけど、めちゃくちゃ強くてね。2ターン目からレシラム起動できたりするんだよね。ねえ。で、まあ、こちらのレシラムアメージングレアのレシラムなんですけど、アメージングブレイズという技が270の打点を持っております。はい、はい、なので輝くルチャブルとかこだわりベルトとか、ポケモン GO のファイヤーやねとかを入れることによって、マックスで打点が340点まで出せると。すごい。はい、すごいんですよね。無限大なウィーマックス。そうなんですよね。そうなんですよ。でもなんか今まで使われへんかった理由としては、炎、雷、悪エネルギーの3色入れるよね。そうよね。これは結構要求値高くて使われなかったんですけど、うん、ロスト軸のミラージュゲートが使われることによって、はいはい、まあ、そこのエネルギー問題が解消されたと。おー、なるほどね。はい、いうことで結構レシラムが使いやすくなっておりますと、うんうん、しかもヒエクなので1枚ずつしかサイドが取られないと。はい、めちゃくちゃ楽なんよね、これが。うん、なので、まあ、レシラムが立つときはレシラムでどんどん攻撃していくし、レシラムが立てれないときは、うん、ウックであったりとか、はい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 、あとヒエクのファイヤーやね、劣化の翼っていう技が、はいはいはい、爆弾の滝壺出して90ダメージ出るので、はい、そちらで攻撃したりとかしていく感じになります。はいはい、でヒエク相手にもその変なポケモンを使って戦っていくことになりますし、もしやられたときも火花を使って、エネルギーを加速しつつレシラムを起動できるように持っていくと。なるほど、はい、めちゃくちゃ強いので、ね、これを使っていきたいと思います。なるほどね。対するレッサーさんは、はい、私はアルセウスジアルドを使っていきたいと思います。 VMAX 相手でも活躍できるっていうところをお見せできればなと思います。はい、はい、じゃあやっていきますか。レッツゴー。はい、じゃあ対戦動画やっていきましょう。お願いします。はい、お願いします。今日はアルセウス V 1000個もらいます。はい、どうぞ。1枚もらいます。はい、どうぞ。はい、ではハイパーボール使います。はい、進化の5と穴抜けの紐取らせします。はいはい、はい、ジェラルドメイ持ってきます。はいはいはい、はい、ではベンチに出しておきます。はい、ダブルターボエネルギーをアルセス V に貼りましょう。はいはいはい、はい、番を終わります。はい、じゃあ番もらいます。取らします。はい、どうぞ。じゃあまずはキュアは花選び使います。はい、2枚見て1枚手札、1枚ロストですね。はい、うわ、悩む悩むけどウロストゾーンに送ります。おー、いやー悩む、1枚しか入ってないからね。なるほどね。じゃあ高校の特権アクロマの研究使います。実験使います。はい、5枚見ます。はい、パーリー。そうですね、3枚手札でちょっと落としたくないのばっか来る。レシラムとミラージュゲートはロストゾーン来ます。おろおろおろ、なんならキーカード、この、そうね、このデッキのキーカードで、キュアワとレシラム出します。あ、なるほどね、来てたのね。そうなんだよね。はい、回収ネットでキュアワを戻してキュアワを前出します。おい、そして花選びもう一回使います。はい、2枚見て1枚手札、1枚ロスト。いや、落としたくないけど、炎エネルギーロストゾーンに送ります。はい。今日は前出します。はい。前じゃない、ベンチ出します。おいよ。穴抜けの紐使います。うわ、なんか疲れたら嫌やなって思ってたカード使われた。好き喋るよ。はい、今日は前出します。はい。はい、そして花選び使います。どうぞ。これでも5枚やもんね、ロストゾーン。そうね。早いね。1枚手札、ピックボールロストゾーンに送ります。これで5枚です。はい。じゃあ、雷エネルギーレシラムに貼ります。はい。雷。ピカピカ。はい、じゃあしょうもない、番終わります。一枚もらいます。はい、はい、ではアルセウス V、 アルセウス V スターに進化します。やべやべ。じゃあ鋼エネルギーをアルセウス V スターに貼ります。やべやべ。ここにちょっとトレーニングを貼っていきましょうかね。やばくない。はい、じゃあこれでクロバット V 出して、僕がゼロなので毎回で6枚投入します。いいんかい、クロバット出しちゃって。いいよ、おしゃよ。別やからね、むしろクロバットで殴るのもありなんです。ああ、確かに赤エネルギー入ってるもんね、そっちの時に。まあとはいえ、こっちも入れ替えですね。おお、来たんで。スターバース節約できたんで感じね。うーん、まあでも使っときたいよね。なぜならレシラムが、そうね、次ミラージュゲート起動する可能性高いので。なるほどね。スターバース使います。はいはいはい。シャキンシャキン。じゃあこの2枚手札に加えます。何持ってきた。さあね、じゃあこれで後ろのジェラドンベン、ジェラドン VMAX に進化しますと、はいはい、でボスの指令使用します。後ろのレシラム、キュアじゃなくてレシラム、うん、レシラムで合ってる合ってると思うねんけどな。
はいはい、レジラム。はい、じゃあこれで技入ります。トリニティノバーですね、ダブタブついてるので180点で攻撃しますと。はい、レジラムやられます。はい、お願いします。じゃあ塔鋼鋼をジェラドンベイマックスに貼ります。塔鋼鋼、はい、じゃあ今日は前出します。はい、じゃあ番もらいます。トロします。どうぞ。アクロマンド実験使います。はい、5枚見て3枚手札、2枚ロストに送ります。はい、お願いします。3枚ビッグボールと雷エネルギーを捨ててくれます。これで7枚ですね。なるほどね、準備完了でございます。ガーズゲートを使えてしまうと、はい、レシラム出します。はい、お分かりですね。また出てきたよ、まあ、ついでに花選び使っておくかな。ついでです。2枚見ます。1枚手札ファイヤーをロストゾーンに送ります。はい、7枚以上の時はもうあんま関係ないからまとめちゃいますね。おーい、はい、ミラージュゲート使います。おーい、使えちゃうんだよな、使えちゃうんだよな。炎エネルギーとアクエネルギーを持ってきてレシラムにつけます。はい、強すぎ強すぎ打ち強すぎ打ち。あとは雷エネルギーで起動できますが、それにことお借りします。はぁ、あ、合ってた持ってきます。合ってた、はい、手張りします。はい、お借りしました、ありがとうございます。やった、はい、じゃあ風船で逃げます。大変や大変やね。こだわりベルト、これで打点はバッチリでございます。ベルトまであったんですね。ベルトまであります。はい、じゃあこれで技入ります。アメージングブレイズ270点プラスこだわりベルトの30点プラスなので300点でアルセウスベジタ倒します。大変です、やられちゃいます。はい、代償としてこのレシラムちゃん60点くらいます。はい、ミラ、はい、じゃあ再度2枚もらいます。はい、はい、ではジラルドビーバックスも入れます。はい、バンもあります。はい、1枚もらいます。はい、じゃあセーブリー使います。あ、はい、はい、3枚ドローします。このカードはホップです。ジラルドン倒される可能性があるので、はいはいはい、もう1体アタッカー立てたいんですけど、まあ、負け筋になる可能性あるよね、ズイ2体取られてっていうね。本来であればクロバットにね、アルセーソン段階で入りたくて、はいはいはい、殴ってきたかったんけど、ちょっと厳しそうなんでね。なるほどね、悩むね。やっぱアルセーソンワンパンが結構でかいね。うん、でかい。クロバットメリットエネルギーを貼りましょう。クロバットにこれが正しいかは分かりませんが、デスター流ですね。はい、じゃあこれ技入ります。巨大粉砕220点で攻撃します。はい、倒されます。はい、1枚サイドもらいます。いやー結構ね、厳しいっちゃ厳しいのよ。一旦風船ついてる今日は前出します。はい、じゃあもらいます。どうぞ。とりあえず普通の追加を使います。はい、メシラム2枚とアクエネルギーだけちょっと戻しとこうかな。ほう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 、はい、この3枚ですね。なるほどね、雷エネルギーは取れ効果リセットになって、じゃあ今日は花選び使います。はい、2枚見ます。はい、いやー落としたくないけどアクエネルギーロストに落とします。おー、なるほどね。エネルギー管理大丈夫ですか。いやー分からない、逃げます。はい、今日は花選び使います。はい、翡翠のヘビーボールロストゾーンに送ります。はい、アクロマの実験使います。はい、5枚見て3枚手札2枚ロスト。はい、マグマの滝壺と取り使いロストゾーンに送ります。あらあらあら、全部良かったよ、結構ね、いいよね。じゃあ行きますか。手札がね、もういっぱいあるんですよね。すごいね、さすが花選びね。ビッグボール使います。はい、今日はフラッシュします。いいですか。いいです、いいです。いいですか。レシラム持ってきます。ですよね。はい、そしてミラージュゲート使います。はい、アクエネルギーと雷エネルギーですねをレシラムに貼ります。はい、マグマの滝壺に貼り替えておきましょう。なるほどね。でマグマの滝壺使います。はい、このエネルギーをトラッシュからレシラムにつけて20ダメージ食らいます。はい、さあ起動準備完了でございます。ほう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 、回収ネットでキュアは戻します。レシラム前出します。はい、こだわりベルト貼ります。はい、ついでにルチャブル出してきます。輝くルチャブルです。やばい、え、やば、はい、じゃあ技を入りましょうかね。アメージングブレイズ270点とこだわりベルト30点とかガークルチャブルで VMAX 相手まで330点ですね。あら、飛ばせちゃいます。いやー、ちょうど取られんの痛い。めっちゃ回るよね、このデッキ。とっても痛いし、こっちは貧相なクロバットを1枚もらいます。はい、サイズ3枚もらいます。はい。あー、じゃあちょっと遅いですが、先生飛び出しましょう。はい、はい、はい。はい、で、博士の研究使います。はい。中いっぱいスパッシュします。はい。はい、じゃあ7枚ドローします。はいはいはい、はい、じゃあクロバットにアクエネルギーを貼りますと、はいはいはい、はい、残り倒せはするかな。そうね、レシラム結構ダメージ食らってるんだよね。そうですね、でちょっとだあのね、まあ
容器を開けときたいので、はあはあ、ハイパーボールでジェラードン VMAX と化粧の基礎トラッシュします。なるほど、やばいね、ここから乗せられるか。で、クロバット VMAX に進化しましょう。やばいね。はい、じゃあストレスポイズン使います。70点でプラス毒にするんですが、もう70点かもしれますもんね。はい、レシアもやられます、はい、でこれちょっと強制でベッド入れ替える効果が発動してしまいますので、アクティブイント入れ替えてしまいます。じゃあクワは前出します。はい、じゃあバンもらいます。トロします。どうぞ。クイックボール使います。はい、いやこのデッキやっぱ強いわ。キバナトラッシュします。あららららららら、らレシラム持ってきます。あららららららら、らはい、まだまだ技いけちゃうんですかこれ。そうですね、いけちゃうんですか。はい、キバナをトラッシュしたということはキバナがあるということですね。キバナそういうことね。トラッシュから雷エネルギーをレシラムに貼って好きなカード1枚持ってきます。はい、はい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 、まあ、回収ネットとか持ってきておくか、何でもいいですこれは。はいはい、はい、でマグマの滝壺使います。デシラム20ダメージ食らうんですけど、このエネルギーが晴れると、ほう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 、これで2枚、はい、手割りで3枚あるんでしょうね。風船で逃げて、じゃあ最後アメージングブレス270点で倒します。圧勝、ありがとうございました。ありがとうございました。もうね、めちゃくちゃ気持ちいいこのデッキ。ほんまにすっごい綺麗に回るのよ ね。あとはやっぱ花選びのおかげでめちゃくちゃ手札が潤ってるから、うん、要求値高いこのデッキやけど、うん、結構回りやすいっていう。ああ、なるほどね。事故が少ない、うん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 、さっきもあの、なんていうの、この動画撮る前対戦した時も2ターン目ぐらいで技打てて、はい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 、ベスト倒せたりしたし、この動画でもさっきね、うん、そうね、結構安定するね、意外にすごいね。7円って結構すぐ、あ、7円じゃ、7枚ロストって結構すぐいくね。うん、このデッキ的に多分高校の方がいい気がする。ああ、アクロマを、そうそうそう、使って1ターン目に打ちたいと。うん、で2ターン目もアクロマ使って、あとは今日は多少回したら7枚いくから、ミラージュゲート使って稲、はいはい、加速して攻撃っていう2ターン目高校からまずどんどんできるんじゃないかなと思います。あ、このデッキでちょっとトレリとか出たいな。あら、めっちゃ気に入ったね。めちゃくちゃ気に入った。あらら、そうですか。これ結構いいんちゃいます。環境取れるんちゃいます。まあヒークロストとかがね、結構今環境に入ってきつつあるからね。そうね、うん、これデッキが人気になってくるんでしょうね、今後ね、うん、っていう感じなので、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけで本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよければチャンネル登録と高評価、そしてツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。バイバーイ。